はい、もへじです。今日は簡単ご飯です。炊き込みご飯です。おこわに近いのかな。もち米を2合と普通のうるち米を1合で、3合もご飯炊いちゃいました。どうしましょう、一人で3合ね。とっても美味しそうなんです。艶もあってね。はい。これをこれからいただきたいと思います。お味噌汁は例によってお湯を入れて混ぜるだけの簡単な味噌汁です。はい。ネギは冷凍ネギです。音声が近づいたり遠ざかったりと、なんか感じはどうでしょうかね。はい。喋る位置でも音声は違ったりしますね。はい。味噌溶いております。はい、これで味噌汁の出来上がりです。いただきたいと思います。いただきます。お箸がない。お箸を取ろう、箸から取ろう。ブロッコリーが茹で上がったよ。はい、ブロッコリーだよ。固めに茹でるんだよ。茹で上がりのブロッコリーもう一個食べようね。はい、持ってきました。それではいただきます。この炊き込みご飯はですね、市販の炊き込みご飯です。何かというと、箱を通しちゃったかな。丸宮さんの中華おこわです。これがあればおかずがなくてもご飯が、お米さえあればご飯が炊けるので、炊けるというかそのまま食べられるので、こんな状況の季節時ですから、何かあった時に便利じゃないかなと思って買ってきて用意してあります。はい、それで、中華おこわです。たけのこはですね、いただいたたけのこを茹でましてですね、少し足しました。うん、おいしい。さあ、だらだらと食べているところを映しても仕方ないので、動画の方はこの辺で終わりにします。これだよ。美味しそうでしょ。はい、いただきます。いやね、バッタね。さあ、らっきょうがお箸で、箸の使い方の私が、箸の使い方の下手な私が、お箸でらっきょうはつかめるでしょうか。まあ、つかめるまで我慢してください。つかめそうにもないですね。はい、よっよっ、あ、つかめましたよ、箸が。はい、いただきます。らっきょうです。小指は私立つんですね、勝手に。この小指自由にコントロールできてないんですね。コントロールできてないのは小指だけじゃなくて、滑舌も悪いですから、滑舌もコントロールできてないですし、ゆっくり喋ってれば語尾だってはっきりするのに、ついついつい忙しく喋ってしまう。それは自分の自信のなさで忙しく喋って逃げてしまおうとしてるんでしょうね。はい、そんな分析もしてみました。それじゃあね、バイね、さよなら、またね。はーい、切るよ、ポチッとな。